川の野球大会が開かれました。うさぎチームとたぬきチームの試合は今のところ5対4でたぬきチーム優勢であります。作戦を練るうさぎチーム、絶対に打たせるなよ、いいか。試合再開。たぬきチームのバッター短吉は張り切っております。プレーボール。サインが決まった。ストライクワン。バイ。ストライクツー。どうも、あれを打てないでどうする、いいか。監督からバッターへの指示が与えられます。もじゃもじゃ、むしゃむしゃ、ペロッパロカジッとこれ、いいか、わかった。がぜん力が入った短吉、ねじり鉢巻きもりりしくバッターボックスに立つのであります。打った、打ちました、走りました、走りました。おい、方向が違うぞ。セーフ。ワッと上がった歓声、応援団大喜び。正常時のたぬき林が大空にこだまします。フレーフレーフレー、一文字ならぬたぬき文字が鮮やかに描かれます。そんなにぶつけちゃ、あ、痛かった。ははははは。あ、へへ、知ってるよ、知ってるよ。なんだよ。続いて次のバッターがボックスに入りました。セーフ。なんだ今のは。ベースを持ち逃げするやつがあるかい。これが本当の盗塁じゃ。規制の上がる応援団、たぬき林に一段と熱が入ってまいりました。負けるな、負けるな、ウサギに負けるな。ポンポコポンのポンポコポン、かっ飛ばせ。熱気と興奮が場内にみなぎります。楽じゃないや。さて、いよいよバッターボックスに登場いたしましたのが、体重貫禄ともチーム一の大田貫丹太郎であります。ホームラン頼むぞ。負けじとうさぎ応援団も一致団結、杵つき音頭を歌って奇声を上げます。タヌキのお船は泥船じゃ、タヌキのバットは泥バット、
タヌキのバットは泥バット、泥っ子タヌキをぶっ潰せ、それぶっ潰せ。これだ。あ、打ちました。大きいホームラン、ホームラン、素晴らしいホームランです。野を越え、丘を越え、向こうの森の中に落ちました。悠然と一周するタン太郎。さて、落ちたボールの行方は？これは何だろうな、はてな。つい乗りたくなっちゃうんだよな。ストップ。ぬっと現れたオオガエル、この辺りの主であります。いや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 、これはなんだいそりゃ、うん、いやいやわかりません。何かの卵でしょう。鳥の卵です。卵、うん、そうか、ってな具合に産み落としとか。なるほどな、よし。ないな、おかしいな。この辺にボールが落ちてなかったかい？君たち知らない？もしかしたらお腹の中ですよ。え、なんだって？ぐる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 。診察してみるかな。ひよこが帰るかな。あれ、卵じゃないんです。すみません、とんだ間違いで、誠にお気の毒様。じゃあ取ってくれ。ダメだ。死んで、とんでもない、そりゃ俺の舌だよ。背中に乗ってみましょう。なんだこれは。これがつまりボールで、もう少し腹に入ってりゃ溶けちまったんだぜ。玉が伸びれば試合も伸びるか。せっかくの勝ち戦を残念だな。代わりの玉がないとすりゃやむをえん。勝負なしのドローンゲームだ。ドローンゲーム、よくよくウーラにゃ泥がたたるな。かくして試合は引き分け。カチカチ山野球大会は一巻の終わりとなったのであります。